じゃあ健さん早速今日も質問いっていいですか。うん、はい、じゃあ皆さん今日もあの35分40分ぐらいからリアルタイム質問返しっていうのをやりたいと思ってますので、はい、健さんに聞きたいことを考えておいてください。はい、じゃあ健さん1個目の質問いきます。はい、42歳女性の方からです。うん、ファン歴30年、人生の 70% ってあります。すごいっすよ。こうなんか改めてこうね、人生の 70% とかって言われたら、うん、すごくないですか。すごいね。ずっとその間健さんのファンってことですよ。 100% になってくるね。そうですね、うん、生まれた時からってことですね。うん、はい、それいきます。はい、2023年も終わり、お仕事もたくさんありがとうございます。お仕事ってあのオスに、ああお仕事ね、はい、お仕事です。うん、お仕事もたくさんありがとうございます。うん、新しい年ももうすぐそこ、ケン君の理想のお正月の過ごし方を教えてくださいとのことです。あ、本当は俺今まで一度もじゃないか、一回ぐらいあるんだけど、やっぱねお正月に温泉とかに行きたい。あー、温泉。でもそれって相当前々から計画的にやっとかないと、みんな同じようなこと考えてるから、大体12月入ってからだともう空いてないよね。正月はもう、もうほんと元旦とかってことですか。元旦とかに、そうそう、元旦からもう三が日4日ぐらい、まあぐらいまで、4、5ぐらいまでもうずっとその旅館で。あ、それはもう遅くても3ヶ月ぐらい前からじゃないと。そうなの、ね、無理でしょ。厳しそうですよね、計画性がないからさ。昔なんかその知り合いのカップルが、はい、そこのなんか地方の旅館をに泊まってるって言って、で何もどうせしてないんだろうって言われて暇なんだろうって言われて、暇っつって、で部屋空いてるから来ればって言って誘われてさ、行ってさ、すげえよかったわ。よかったっすか。雪景色を見ながらさ、温泉に入ってさ、ああよかった、素敵だった。いいっすね、それ、うん、そういうのがやっぱいいよね。やっぱ正月に行ったらちょっと違うもんですか、気持ち的にも。最高だったよね、そこ。お正月だから手作りのさ甘酒出してくれんのよ。はい、お酒弱いじゃん、だから甘酒をさ ひたすらしこたま飲んで甘酒をずっとね、うん、そう、いやそういうのよくない。いやいいですね。あ、社長も温泉希望だって。連れてけよ、じゃあ連れてってくれ。ね、いいですね、正月。うん、正月雪景色なんていいよね。雪景色見ながら露天風呂入るみたいな。最高だよ。最高ですね、それ。体はあったかいんだけどさ、外は雪がしんしんと積もってさ。いいな。いいじゃない。そういうのはいいよ。で朝起きたらさ、もうご飯出てくんだよ。ねえ。うん。しかも美味しいじゃないですか。で大体決まってんじゃん、時間が、ご飯の時間が。決まってますね。だから起きるじゃん、ちゃんと。普段そんな朝ごはん食べない人も絶対食べるってやつ。食べますね、旅館とか。そうですね、あれがいいんだよね。いいな、いいですね旅館。うん、だからいい旅館に泊まったら出かけないでもうずっとその中にいるみたいな。まったりしてね、すごく、うん、そういうのは理想だけどな。理想ですね。でもなんか人気の旅館とかやったらそれこそ半年ぐらい前とかから取らないと。いやー、なんかそんな風にはいかなそうだな今年は。厳しいですよね。うん、今年は多分家でぼっちで家でぼっちで家でぼっちで年明けのミュージックビデオの予習だよ。そうか、お仕事言ってましたもんね、前回の配信で。やべえな。え、おせち買うって言ってたじゃないですか。ああ、おせち一人で食べるんですか。そうだよ。なんで。いや誰と食べんの。こうね、お友達、まあそうか、帰ったりとかしてるか。みんなね、なんか仲いい人が離れちゃったんだよね。あ、そうか、もうバラバラになっちゃった。友達は実家帰っちゃうしさ。誰もいないよね。そうか、そうか、うん、そうだよ。そうか、うん、じゃあぼっち正月っていうことで。ぼっち正月だよ。元旦ダンス、なんだそれ。そうそう、元旦ダンス。何それ。甘酒いいよね。甘酒もやっぱ美味しい、美味しい甘酒ってほんと美味しいからさ。あんま甘酒飲んだことないな。飲み続けちゃうんだよ。いい、ね、うん、甘酒ホットね。社長と食べてってありますよ、おせち。え、おせち社長と食べてってありますよ、コメント。おせち社長と滝沢さんと。いや、社長と食べてもいいけど、あの人食べるの早いから
多分もう30分かかんないで終わっちゃう。いやいや別にそんなおせち食べる時間だけ一緒とかじゃないですよ。その正月ね、こうまったりおせち食べながらっていうまったりするっていうのもね、うん、いいんじゃないですか。え元旦配信ありますよ。元旦配信してって。あ、これ、はい、元旦配信休ましてよ。そうですね、お正月はねちょっと休みっていうところで。はい、ありがとうございます。田岡さんお正月の予定は？あ、田岡も特にないです。お正月の予定本当かな。え、マジですマジです。あ、これいいです。あの本当に何も考えなかった。じゃあ一緒に過ごしてくれない？え、おせち食べに行っていいですか、ケンさん家に？いや、俺ん家は困る。ええ、じゃあ田岡ん家？俺ん家は厳選した人間しか入れないから。え、田岡まだダメですか？無理無理だって。ちゃんと新しい。いやいや、うちの社長だってクリアしてないんだから。え、マジっすか？なんなら過去遡ってメンバーも誰も立ち入ったことはない。マジっすかね。そうだよ。なんでなんですか？そのうちの家に来られる人ってのはすごく信頼されてる人だよ。いや、なんかそんなやつ別に僕はあれですけど、滝沢さんのことすごく信頼してないみたいな感じになるじゃないですか。いやいやいや、そういうことじゃないんだけどなかなかハードル高いわけよ。え、すごっ。家だってもう宝の山だからさ。あ、そうか。なんかもう、そう、あの興味本位であの触ってくるみたいな人とか絶対入れたくないじゃん。ベタベタ触るような人みたいな人。そうっすね。だから分かんないからもうまるっと人を呼ばないっていう。なるほど。まあすごいこうあれですよね、分かりやすい。うん。なるほどっすね。じゃあなんか全員白手袋して入ってきてくれるんだったら。白手袋して、うん、新しい靴下履いて、うん、スリッパ、新しい新品のスリッパ持って行って、うん、いいね。なんだったらあの掃除もしてくれたらなお、ね、なおのこといいけど、一緒にこう掃除もしてみたいな、うん、すっごい正月からね。そう、結構そうだよ。全然あのケンさんマジで田岡もあの正月予定ないんで、僕は帰らないんで。じゃあ君んち行っていい？え、全然いいですけど。俺ケンさんが家来るとかもうダメなの？あ、全然いいですよ、全然いいですけど。そんな別にまあそこいらへんでもいいけど、三が日は結構お店やってないからさ。あ、そうですよね。雑煮食べよう一緒に。え、全然僕は料理できるんだっけ？料理はい、一応やります。あ、でも田岡くんの料理がどうなのか分かんないかな。いや、もうちゃんとうまいですよ、ケンさん本当に。え、じゃあちょっとあの雑煮調べとくんで、僕ん家で正月やりましょう、ケンさん一緒。はい、ちょっと予定しとくんで。分かった。はい、ケンさんありがとうございます、はい、はい、じゃあこの方からの一言です。はい、はい、ケン君のいない生活なんて考えられないくらい大好きです。ありがとう、はい、これからも命がけで応援しますとのことです。ありがとう、ありがとうね。はい、ありがとうございます。頼んだぜ。はい、ね、これからもね命がけで、うん、命がけでね。命がけではいいけどさ、ね、命は大事にね。命大事ですね、うん、本当に。すごい。何？もう田岡が羨ましいっていうコメントがすごい溢れてます。そんなに？すげえ、パソコン来るとなんか急に全体真っ黒だな。そうですね、黒くなりますね。服装もちょっと暗めっすもんね。こっちにしようか。ちょっとこっちにしよう。いや、見たいんだよ、みんなのコメントも見たいし、ショコラも食べたいしさ、いろいろやりたいことがあるからさ。そうですね、ちょっとこうちっちゃいテーブルの上で頑張ってください、ケンさん。クマさん預かりましょうか。ふぅ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきます。はい、はい、よ止まった。あ、大丈夫ですか？止まった、コメントが止まりました。なんでちょっと行きましょうか。なんで止まった？通信かもしれないですね。いや、はい、ありがとうございます。皆さん少々お待ちを。うん、今日のさ、ジーパン可愛いんだよ、見て、タオくん。はい、あ、可愛いですね、裾が広いやつですね。暗いから見えないか。あれ、皆さん見えてます？膝小僧めっちゃ開いてんの。めっちゃ寒そうっすね。寒いんだよ、膝めっちゃ開いてるから。少々お待ちください、皆さん。このパーカーも可愛いんだよ、ここが、ほら、わかるかな。わかりますか、皆さん見えてますかね。可愛いんだよ。はい、すみません、ケンさんお待たせしました。はい、
ありがとう。話します。あ、デニム可愛いってコメントありますね。あ、可愛い膝小僧、うん、え、靴も見せて、靴下も見せて。何なのずっと靴下めっちゃ多いですからね、マジで。何なの、分かんないです。一緒の人が一生靴下のことを書いてるのか、靴下見た人が多いかどっちか分かんないですけど。会社健さん、次の質問いきます。はい、はい、41歳女性の方からです。はい、ファン歴29年浮気なしということです。本当だな本当だな、浮気してないんだな、本当だな。いや、そう、もうちっちゃい通にびっくりマークついてるっすから、もう自信満々っす、これは。嘘、じゃあ信じるはい、ケン君が人に自慢したい幸せを教えてください。人に自慢したい幸せ、はい、ちなみに自分はケン君に出会えたこと、ケン君との時間です、とのことです。人に自慢したい幸せ、はい、幸せです、人に自慢したい。いや、でもやっぱなんか、でもこういうとこで言う話じゃないっていうか、なんかでもちょっと同じかな、やっぱファンの人とたちと出会えて、はい、なんかこう同じものをさ共有できる、してるってのは幸せなことなんじゃないの。だって幸せじゃん、自分のこと好きだって言ってくれる人が集まってくれて、でなんかまあね、まあ、まだできてませんけど、まあコンサートっていう催し物があって、そこに自分のこと好きな人だけが集まってきてくれて、で好きなね、一人の対象を好きな人が集まって、みんなで盛り上がって、でもなんかなんて幸せなのって感じじゃないね。素敵な、いやでもそれはだからそういうことかな。だからなんだろう、やっぱなんていうのかな、まあ、例えば楽曲を出すしたら、その音楽のこととか、そこに込められた思いだとか、歌詞もそうだけど、そういうのをファンの人たちってみんなやっぱ考察好きだからさ、すごいいろいろ考えながら聴いてくれるし見てくれるしってなると、なんかこうファンの人とそのアイドルの人だけしか分かんない、なんか共通の何かがあるから、そう、初見で訪れた人には分かんないんだけど、ファンの人には分かっちゃうみたいなことがあるってさ、すごくない？すごい、そうです。改めてこうファンとの関係性ってすごいですよね、そう思ったら、うん、だから前のコンサートも別にどういう内容でどういうストーリーがあってっていうことは あんまり説明してないわけ、はいはいはい、だけど初めてのソロコンね、うんうん、でもやっぱファンの子はさすごいんだよね、ちゃんとこっちが意図してることをちゃんと汲み取って、こっちがやろうとしてることをの正解を導き出してるからさ、すごいなと思うね。いいな、そうですね、うん、すごいなそれ。いやでもそれがすごいじゃん、そういう人たちがね、一人や二人じゃないんだから、めちゃくちゃいるんだよ。幸せじゃない、すごい幸せですよね、そんな、うん、なんかケンさんがソロコンサートとかするときって、うん、だその来てる人たちがみんなケンさんを見に来てるわけじゃないですか、うん、でその中心にケンさん一人で立つわけじゃないですか、うん、パッて出て行って、うん、その光景見たときでどう思うんですか。え、そのパッて立ってもうその光景をバッて見たときに、うん、どういう感情になるんですか。好きえ、すごいガチのね、ちょっと、うん、照れが入ってます。そうだよ、いやでもやっぱ嬉しいよ、めちゃくちゃ。いやそうですよね、うん、いいな、嬉しいよ、そら相思相愛、うん、そうですね。61歳で服真似したら恥ずいだっていいよ別に。